はい、おはようございます。改正のパラワンからです。この前ね、柄にもなく、恋愛のお悩み相談なんかをちょっとしちゃったら、ダイビング関係の相談にも乗ってくれっていうんで、メールが来ましたので、僕の言いたいこともちょっと含めてお答えします。で、メールいただいたのが、27歳の女性の方。これね、僕のこのチャンネル見てる方ってね、女性、の比率、YouTube のアナリティクスというところを見ると、女性ね、10% 以下なんですよ。で、25歳から34歳が 4.1%。その少ない中でね、女性からメールをいただくなんて、これ、嬉しいですね。で、そのダイバー、女性のダイバーの方の相談というのが、ナビゲーションがうまくいかないということで、27歳の女性の方、で東京都内の、パディのダイビングショップで、オープンウォーターの初心者のカードを取ってで2つステップアップしたというアドバンスドオープンウォーターとあとレスキューダイバーの資格、C カードまで取りましたってであとスペシャリティコースを、ね、なんかいっぱい受けたということで、ナビ、フォト、PPB 中性浮力のピークパフォーマンスボイアンシーあとボートダイブ、ドライスーツ、ディープ、6個ですか6個のスペシャリティコースを受けて、ショップにとってはいいお客さんなんですけどねで今までに約40ダイブを潜ってます、去年の夏に始めて 40本潜ったもういいペースですよねで、この方は先月、その店で、お客さん同士でですよね2人で、この方ね、前にも僕が言ってた自立するってことをやっぱりしたいんでしょうね。女性2人で、西伊豆の大瀬崎に行って、外海、大瀬崎ってこう、崎って岬なんですけど、こう岬が出てて、その内側が湾内なんて言ってるけども、結構穏やかなところで、でその岬の外側が、だーっとこうね、深度深くまで落ちてて、結構ワイルドな場所もあって面白いところなんですけれども、そこにその、女性2人で挑戦したショップには内緒で行きましたってことなんですよね。店で知り合ったお客さん同士で海に行っちゃダメなんてこれもしょうがなくもあるんだけれどもダイビングってまだまだマイナーなスポーツなんですよね。でそのダイバー人口この小さなパイをねみんなで奪い合ってるわけだからやっぱりショップにしてみれば囲い込みたいわけなんだけれどもちょっとそれ置いといてね、ショップには内緒で行きました。先月って1月でしょ?水温14度前後とかですよね。俺もう無理な体になっちゃいましたね。もう伊豆にはね、15年以上潜りに行ってないんだけど、もう水温27度以下では潜れない軟弱なダイバーになってしまいましたから、そんなのね、どうでもいいんだけどね。で、この人は先々ダイビング関係の仕事にも就きたいなぁとも薄々思ってるってことなんですけれども、で、そこで、その大瀬の外海で潜って、直線でね、どっから潜ったのかな、また一本マスとかそこら辺だと思うんだけど、すぐ深場に行って元に戻ってこようと思ったんだけれども、エクジット、海から出てきたら全く違うところにいて、で、元の場所に戻ってこれないっていう、ことなんですが、なかなかこれはね、慣れないとね、前言ってたようななんかロープをなんか目印で置いとくとかすればいいんじゃないかなと思うんだけど、これね、ダイビングショップというか、それ教えたインストラクターにも、いろいろね、問題はあると思うんですが、パディのショップだっていうんで、僕もパディのインストラクターなんで、パディのことはよく知ってますけれども、多分、多くのダイビングショップで多くのインストラクターがやってるっていうのがパディのガイドラインこれをやりなさいっていうのをなぞるだけっていうのがすごく多いんですね。これはもう最低こういうことをして認定してくださいよっていうコースなんですよ。スペシャリティコースっていうのは別にそれをやったからってスペシャリストになるわけじゃない。例えばね、この人がやってたような受けたようなフォトスペシャリティコースなんて言ったら何やるかって言ったら例えばデジカメね、今だったらデジカメを入れるこのハウジングのオーリングの掃除の仕方とか、
そこから始まるわけですよ。もう初心者向けのコース、それが基準でこういうことをやりましょうってあるんだけれども、初心者の方はそれで十分なんですけれども、スペシャリティコースって言ってるからにはもう今ね、自分で水中写真こうデジカメ持って撮ってる方で、その人がもうちょっと上手くなりたいなと思った時に教えられるインストラクターがね、いるかどうかってことなんですよ。例えば僕がね、ショップやってた時よくやったのが、僕もフォトコースとかやりましたよ。で、例えばここにいる魚をここからカメラでこう撮りますよね。で、ここにストロボがあるわけですね。こう目がカメラだとするとね、こういう形でポーンと撮った時と、で、ある程度やってることだったら、僕がスレーブってその光をね、ストロボの光を受けて、そのストロボも同調して光るっていうようなストロボを使って、ここ対象物、お客さんのストロボがここ、だから僕のね、僕がね、後方斜め上ぐらいでストロボをこの対象物に向けとくわけですよ。そしたらお客さんがシャッター切ってストロボが光ると、僕のストロボも同調して光る。じゃあこの対象物には前からの光と斜め後方上からの光が当たるなんて、それをね、あるのとないので比べてもらったりして、こんな風に違うでしょうなんてこともね、見せたりしてました。そうするとね、ある程度写真をやっているお客さんも、あ、こんな違うのか、どうなるかって言ったら、こうアームをつけてね、小さいものを撮るときに後ろにストロボを置くような、このアームとね、ストロボが売れたりしたわけですよね。商売にもつながったわけですよ。で、もしこれね、インストラクターの方も見てたらね、ちょっとそういうふうに工夫してみてください。これはね、水中じゃなくても、例えばテーブルの上になんかこう物を置いてね、ちっちゃなぬいぐるみでもいいけど、で、自分のね、顔の横にライトスタンドを置いたとき、もう一頭後ろからね、ちょっと置いたとき、で、正面のライトを弱くしたらどういうふうにこれがね、見えるのか、いちいち写真撮んなくても目で見れることなんで、写真で撮ってみればもっとはっきりわかると思うけれども、そうやってね、インストラクターがね、コースをね、工夫すべきなんですよね。あとね、この人はピークパフォーマンスボイアンシーって、中性浮力、浮きも沈みもしないって浮力を取るコースも受けたって言うんだけど、これもね、ダイビングやってる人、始めたばっかりの人だったらわかると思うけど、中性浮力がうまく取れない、ダイビングは終わって、最後の方になってね、タンクが軽くなると浮いてっちゃうとか、そういう人がいると思うんですよ。これたくさんいます。で、そういう人たちに、じゃあどういう風にしてその中性浮力うまく取るのを教えるかって言ったら、大体のインストラクターがね、こう水中で浮いてみせて、浮きも沈みもしないでしょ、ちょっと息をするとほら浮いてってパッと吐くと沈んでいくでしょうなんて見せるんだけれども、ピークパフォーマンスボイアンシーっていう、こう大層の名前がついてるわけですよね。スペシャリティコースなんで、例えばね、僕らって何やってたかって言ったら、その水中でこうお客さんの目の前でそのホバリングって浮きも沈みもしない状態を撮って見せますよね。で、僕のね、手にね、2キロの大きなね、鉛のウェイト玉を持ってます。それを目の前のお客さんにふっと渡しても、普通だったら浮いてっちゃうわけですよね、軽くなるから。それでも僕は浮きも沈みもしないっていうのを見せたりして、これね、これインストラクターの方に言ってるんですからね、浮きも沈みもしないっていうコースだったら、そのぐらいの2キロのね、ウェイトを渡そうがもらおうが、その状況を保てるよっていうような圧倒的なパフォーマンスを見せたら、お客さん感心しますから、どうやるんだろうって挑戦しますよね。それをちょっと教えていく。例えばダイビングの最後、ボートに上がる前に安全停止しなきゃいけないのに浮いてっちゃうという人、じゃあどうすればいいのか、吸い気味の呼吸、吐き気味の呼吸って言うけれども、それをそのパフォーマンスとしてお客さんに見せるっていうような工夫をすれば、ね、お客さんついてきますよ。お客さん囲い込む必要ない。それからね、ボートダイビングスペシャリティなんてこの方は受けたんだけれども、ボートのスペシャリティなんてもう笑っちゃうけど、笑っちゃいけないんだな。僕もこれコースやってたけれども、ただね、ボートのスペシャリティコースを受けましたっていうのに、ダイビング終わってボートにね、こうラダーを上がっていくのに、フィンも自分で脱げないようなお客さんもいるわけですよね。ボートスペシャリティダイバーがボート上がるときフィン脱げませんなんですよね。これはね、笑っちゃうような話なんだけど、僕が工夫してやってたのは、そういうね、トラブルに対処するために、海に入る前に陸で
タンクしょうがないでね、重いから陸で立った状態でフィンをね片手で なんていうのかなこう脱着する練習ですよね。脱着じゃないか、取る練習、このフィンのねストラップを緩める、あるいはバックルを外すっていうのを、例えばその両側両手でね、こうやって右手で左足のフィン、左手で右足のフィンを外すっていうのを陸上で5回ずつ練習してもらうだけで、ボートに上がるときみんなねスムーズにフィン外せますから、あとはもうねボートの中の注意点とかそういうのもコースでやるんだろうけれども、本当にね工夫してほしいと思う。あとはねディープダイビングなんていうのこの人受けたっていうけど、多分ディープダイブってこれはスリーダイブのスペシャリティでやったと思うんだけれども、まあ途中深く潜ってってね30メーター以上まで潜ってって途中にねこう安全停止を減圧用のタンクなんかをぶら下げてそっちに変えて呼吸をするなんて練習もすると思うんだけれども、コースではねそういうことを書いてあるけど、じゃあ例えばバディ同士で潜ってて深く行って深場に潜ってねバディが窒素酔いでなんかわけのわかんない行動を起こしちゃった時にどうやって対処するかとかね、そんなのまでちょっと付け加えるだけで違ったコースになるわけですよね。実際にこう即したコースっていうのかな。僕がやってたのはね、バディがパニックではないんだけど窒素酔いで変になっちゃった時、例えば正面からこう行くとね掴みかかられちゃいますよね。そのバディの後ろ側に回って自分の膝でタンクを挟んでゆっくり浮上するって、そういう練習だとかそういうのをするとやっぱりねお客さん納得してくれるんですよ。このメールいただいたらともやってみたいでしょ、そういうの。あとはねナビゲーション、これがねこのお客さんの、お客さんじゃないや、メールをくれた相談者からの一番の悩み事なんですけれども、ナビゲーションのスペシャリティって言ったら、こういう陸分儀、六分儀、セクスタントなんていうのを使ってゲームみたいに、こうあちこち行って、ほら元に帰ってこれた、あなたすごいですね、はい、認定、なんてやると思うんだけれども、これはもうゲームですから、ほらねって六分儀ちゃんと使えると戻ってくるでしょうって、だから何？実際のところでナビゲーションしてね好きに潜って元に帰ってこれるようになるのって 100% にならないですから、コンパスの使い方はうまくなるかもしれないけど、重要なナチュラルナビゲーションってこう目でね自然の地形を見て覚えるなんてことはこれできないですから。でこの人ね大瀬の外海でまっすぐ行ってまっすぐ帰ってくるようなだけなんだけど元に戻れない、多分ねナビゲーションのスペシャリティコースで目標物を覚えて、ね、こういうのが右にありました。じゃあ帰りは左に見てこれを左に見て帰ってくれば元戻れるんですね、なんていうのを教わったと思うんだけれども、例えばね、陸でこう歩いてって、まあ動かないものとしてね、人が立ってたとします。二人立ってたとします。同じような服装してたら顔を覚えますよね。あ、こっちにかっこいい男がいるな。こっちにはね、そうでもない男がいるな。じゃあ戻ってくるときはこう来るわけだけれども、顔見えないですよ。反対向いてるんだから。でしょ？だったらその人たちのこう通り過ぎてから振り返ってみたら、そのあまり格好のいい顔でなかった人がなんかバックパックを背負ってたかもしれない。そしたらバックパックが目印になりますよね。目標物を見つけてそれを通り過ぎたら必ず振り返ってみることなんですよ。帰りはだって反対方向から来るわけでしょ。行きに見た側と帰りの側とこれ違いますから、特にね行きの時に巡航で光を後ろから受けてたら帰ってくる時逆光になってるわけですよね。行きにこっち側で見えてたものを帰りには当然見えないわけで、しかも逆光だから見え方も違う。だから必ず自然の目標物を覚えるときには振り返って覚える。まあ、慣れちゃえばね、まあ、いつも潜ってるところだったらそんな必要なく行ってこれるんだけれども、ナビゲーションってそのナチュラルナビゲーションを意識するんだったら振り返るっていうのを忘れないでください。インストラクターの人たちも振り返ってね、ガイドしてる初心者の人たちもね振り返って覚える、迷わないで済みますから。そういうのをまたスペシャリティコースをやるインストラクターは教えてください。パリのマニュアルにはね目標物を覚えるとしか書いてないと思うんだけれども、改訂になってるから変わったかもしれないけれど、まあ、そうやってね
まあ、工夫をする、この人の相談に乗ってるのにね、インストラクター向けの話になっちゃったけれども、まあその目標物をね、覚えるっていう時は必ず帰りは反対側から見ますってことなんですよね。もう一回トライしてみてください。頑張ってください。それじゃあ、今日はこの辺で。